皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にね、献血骨髄バンクを知ってもらうために皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日も造血幹細胞移植に関する、今日はね、再帯血移植のお話でございます。で今回も先に造血幹細胞移植のおさらいです。造血幹細胞移植とは、正常な血液細胞を作れなくなった患者さんにドナーさんからもらった正常な造血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存しておいた自分の造血幹細胞を移植して、正常な血液細胞を作れるようにさせる治療法です。で今日はそんなね、造血幹細胞移植の再帯血移植なんですけども、まあ、そもそも再帯血というのはですね、女性が妊娠してお腹の中で赤ちゃんが育っている時に、お母さんの体と赤ちゃんを結び、お母さんの体から栄養をもらう命綱といっても過言ではない胎盤と再帯の中にある血液のことです。わかりやすく言うと、へその緒です。そのへその緒が再帯です。でそのへその緒である再帯の先にあるのが胎盤です。でその中にね、造血幹細胞が入っているというわけでございます。そしてそのへその緒である再帯と胎盤の中にですね、造血幹細胞が、1982年に日本でも発見されました。そして1988年にフランスで世界初の再帯血移植が実施されました。医学のね、長い歴史の中で再帯血移植はまだ37年程度しか経ってませんが、2013年には非血縁者間の再帯血移植がね、1万例を突破したらしいです。素晴らしいですね。まあ、その時にそれだけの命が救われたんです。2013年にはね、再帯血移植だけで1万人の命を救うことができたんですよ。しかもね、非血縁者という血のつながりも何もない人たちなのにね、素晴らしいですよね。まあ、そんな素晴らしい再帯血移植のお話を今からしていきます。ちょっと前振り長かったですけど、すいません。再帯血移植とは、分娩後の胎盤、再帯に残った胎児由来の血液、再帯血に含まれる造血幹細胞を移植する方法です。日本では2011年以降、年間1100件を超える再帯血移植が実施されています。まあ、どんどん増え続けてるんですよね。まあ、もちろん骨髄移植と、まあ、小血幹細胞移植を含めるとですね、まあ、もっとたくさんの命が救われております。そして再帯血にも利点と欠点がありますので、まあ、その話もしていきます。まず利点ですね、ドナーへの負担が少ない、移植可能な HLA 型の範囲が広い、 GVHD が重症化しにくい、再帯血は再帯血バンクに凍結保存してあるので必要な時に利用できます。これはいいですね。ドナーさんの負担がないっていいですよね。そして GVHD も重症化しにくいとなると、まあ、単純に痛みも辛さも重症化しにくいってことですね。再帯血を凍結保存ですぐに使えるというなると、待ち時間が少ないってことですよね。いや、もういいことだらけですよね。まあでもしかしですね、まあ、続きまして欠点もお話ししていきます。欠点はね、静着が遅い、静着不全が多い、移植後の感染症が多い、採取できる細胞数が少ない。これもね、やっぱ適合するかしないかは分からんですからね。静着が遅い、静着不全が多い、まあ、移植後の感染症がね、多い、まあ、これに関しては、まあ、骨髄移植でも、まあ、小血幹細胞移植でも、まあ、同じことが言えます。
まあ、でも最後の採取できる細胞数が少ない、まあ、これに関してはちょっと悔しいですね。まあ、量が少ないってのは、まあ、でも赤ちゃんの体のこと考えたらそうですよね。まあ、赤ちゃん小さいですからね。まあ、でもね、生まれてきてくれた命に命を助けてもらえるということはちょっと感動しますね。まあ、これからもたくさんの命が救われることを願っております。今回は再帯血移植のお話でございました。次回はですね、骨髄移植、末梢血管細胞移植、再帯血移植の比較のお話です。はい、まだちょっと造血管細胞移植のお話が続きますのでご期待ください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。